おはようございます。おはようございます。今日に今から1時間ほど船に乗って行ってきます。でも香港ってすごく便利ですね。このセンタル、もう東京ど真ん中から船さえ乗ればね、20分ぐらいでこんなところに着けるっていうね、すごく素敵な島だと思います、香港。お台場みたい、人工的ですね。全然さっぱり方向が分かんないけど、ここに行こうとしてるんですよね。階段、え、なにこれ、エントランスフィーがかかんのか、これオープニングスケジュール、あ、かかんないね。やってるやってる、やってますやってます。めちゃめちゃいいですね。これ空港からもすごく近くて、セントラルからも1本ね、船が出てる。あ、下があれだ、商店街がある、あそこか、あそこの中に作って、こっちがランタオ島、空港の方かな、あっちが、なんだろう、わかんない。物件探してます。ポタイ料理屋さん、いいいいいい、ここは1週間前予約しないと入れない店。ここポタイ料理屋さん、本当ですか。そう、予約なしで、うん、その日に来ても空いてても、あのダメダメって、うん、あ、ここなんて超いいじゃないですか。うん、ベッドいらないから、ベッドこれ持ってこない、ソファもベッドもいらない、全部メガネ屋さんにしちゃうから。あ、そうだね。うん、ちゃんと椅子、奇怪、白山屋だけど、すごくいい。あー、マジか。今のお客さんどうやって来てるの？7500か、いいね。この島、穴場だな。席もない。9000だって安いじゃん。あそこ、イタリア？へえ、すごいですね。板だけ張って、板だけ張ればいいかな、こうやって。かなり生まれ変わりそうですね、これ。あそこ、うち。あそこはもう高級住宅街。いいとこ見つけちゃった。だね、これ香港ですけど、島ですよ、憧れの。空港からも25分、セントラルからも25分。へえ、この島、結婚式場、これビーチもあると。あら、まあ最高の島じゃないですか。ここは下も全部料理屋さんです。最高ですねこれ、うん、おお、贅沢。タイ料理、こんな感じ、大ぶりのティアドロップかけると結構難しい。